マルティニー・エブリアンは、フランス、ペイドラ・ロワール地域圏、メーヌイコール・エイ・コール・ロワール圏のかつて存在した、コミューン。ドゥエイ・コール・ラ・フォンテーヌの北西に位置する、この田舎のコミューンは、農業が主体である。それは、ワインのアペラシオン、コト・デュレイオン奥である。18世紀終わりには、大きな戦闘の舞台となっている。ソミューロワ地方にあるアンジューのコミューンである。北のシャバニュと、 南の欧州イコールレイヨンとの間を通る県道748号線が村を通過する。ソミュロワはメーヌイコールイコールロワール県南東部の小さな地方で北のロワール川、西のレイヨン川を境界とする。気候は海洋性の温帯気候である。アンジュの気候は海と大陸の両方から影響を受けるため温暖である。通常、冬は降雨が多く、 稀に霜が降り、夏は晴天が多い。1107年に、マーティム、12世紀にデマーシュ内1120年にデマーチャンマーチャンブライアント、そしてマーチャンの綴りとなったのは1891年以降である。19世紀初頭からマーチャンブリアンとなった。戦死時代の証人として、ピエール・レビデラ・グラウスという巨石記念物がコミューンにあり、 磨かれた石符が多く見つかっている。中世には、モントルイ・ユベレの白区の管轄であった。ブリアンド・マルティニエは1152年に、アンリ2世とプランタジュネによって、元帥とされている。1503年、ルネド・ラ・ジュムリエールが城を築いた。城は今日以降となって残っている。16世紀の町は、壁で覆われていた。1565年、シャルル9世は、 国内行行を行った。10月4日に王はドゥエで夕食を取り、夜にマルティニエに滞在した。フランス革命前夜、マルティニエ・ブリアン教区は、趣味への司祭区に依存し、行政区であるエレクションは、ソミュールに属していた。革命に伴い行政区の再編が行われ、1790年にマルティニエ・ブリアンは、お合理町所在地となり、ンエ軍に統合されたが、 1800年には、ルエを合理に吸収され、ソミウール軍に属することになった。この地方の他の地と同じように、18世紀後半には、バンデ戦争に巻き込まれた。1793年7月15日、マルティニエブリアンの戦いが起きた。1793年の7月から8月の間、戦いは、勝敗がつかず、両陣営からの攻撃が行われた。 ソミュールの外では、共和国軍がマルティニエブリアンの戦いの勝者となり、7月15日には、BA を占領した。しかし彼らは3日後にバンデ川からの反撃によって、粉砕されている。2017年1月1日、シャバニュ、ノートルダム・ダランソンと合併し、コミューン・ルーベルであるて、ランジューとなった。ロワール・カワタニのワイン生産地帯に含まれており、マルティニエブリアンは、 バンダンジュ及びコトーデュレイヨンの中心地に位置している。この甘口の白ワインは3381ヘクタールをカバーする奥となっている。参照も九1962年から1999年まで人口の2倍カウントなし。1999年までイヘス・カシニー、2004年以降は NSEE。ありがとうございます。